はい、皆さんこんにちは。よろしくお願いいたします。合格講座本論編、労働基準法の第1回目、です。よろしくお願いいたします。まあ、今お手元にテキストありますね。はい、この労働基準法、このテキストと、あとネコレジを使っていきます。このネコレジもお持ちでしょうか？はい、大丈夫ですか？で、あとね、まあ、お渡ししている教材としては、一問一答の過去問ブックなんていうのもありますが、授業の中では使ってはいけません。過去問ブックについては復習用の教材ということになりますので、それはご自宅で復習用で使っていただければ、というところです。はい、まあ、今日ネコレジお持ちでない方は次回、ね、以降忘れずに持ってきていただければと思います。まあ、授業の中でそんなやたらめったらはちょっと使わないかもしれませんが、はい、要所要所ですね、ちょっと時間をこう省略したい時とか、あとこっちの方がうまくまとまっているなとか、そういう時にこのネコレジを使っていくと、まあ、そんな感じですね。で、あと、まあ、このそもそもネコレジって私も普通に喋ってますけども、猫の手を借りたい、猫の手も借りたい人向けのレジュメということで、ネコレジと呼んでおります。はい、で、このネコレジに関しては、この合格講座のですね、全国収録担当である沢井講師の方で、この動くネコレジということで、このレジュメをの成り立ちというか、これをですね、動画で配信しているところもあって、皆さんの、マイページのところから見れますので、はい、うまくそういったところなんかも復習で活用していただければということに、いうふうに思います。はい、ちょっと授業の、ね、中で、なんかパワーポイントを使って動きながら、動く動画を使いながらやりますとやりたいんだけども、ちょっとそれができませんので、その点だけご了承いただければと思います。はい、ですからテキストと、そしてこのレジュメと紙ベースでですね、進めていくという、ちょっとややアナログなやり方で申し訳ありませんが、はい、よろしくお願いいたします。はい、アナログなやり方ですけど、授業はズーム配信しているというね、ちょっとアナログとデジタルがうまくこう組み合わさっているというふうに思ってください。はい、それでは始めていきたいと思います。まあ、科目の第1回目ですので、私がいつも最初にお話ししているのは、科目の進度ですね、全体の進度、まあ、このテキストを何回に分けてやるのかというとですね、6回なんですけども、まあ、それぞれのちょっと進度を申し上げていきます。今日第1回目の授業は29ページまで進んでいきます。29ページまで、これが第1回目。そして第2回目が31ページから始まって、実質77ページかな。77ページまでが第2回目。そして78ページの資格の3番、休業手当というところから始まって、実質129ページまでかな。はい、というのが第3回目。第4回目は130ページ、資格の3、割増賃金というところから第4章のラスト、164ページまで、これが第4回目。第5回目が165ページスタートの、201ページまでかな。201ページまで、これが第5回目。最終第6回目は203ページから最後まで、となります。はい、全6回、6回に分けて、授業を、ね、進めてまいります。はい、社労士試験というのは、レックのテキストはと言った方がいいのかもしれませんが、10冊あります。社労士試験の科目も、10科目という言い方で、間違いはないのかな、と思いますけど、はい、10科目、このスタートが労働基準法でございます。その後、労働安全衛生法、そして労災保険法と続いていきます。最初の方は労働関係の法律から始まって、途中で社会保険の関係の科目に移っていくということ、はい、労働部門と社会保険部門、かなり広い分野を扱う、それが社労士試験というところですが、はい、まずやっぱりこの社労士試験の一つの特徴としては、科目が多い、法律の数も多い、試験範囲が広いというのは、この試験の一つの大きな特徴ではないのかなと。はい、他にもこの社労士試験の特徴はありますが、そういったものを、ね、この授業の中でちょっとしゃべる時間ではないので、資格説明会とかガイダンスとかいろんなところで、お話ししてますので、よかったらそっちに参加していただければと思います。はい、今日はちょっと池袋校限定の話で申し訳ないんですけども、今日この授業後ですね、16時から私ではないんですけども、この池袋校で私と一緒に、授業をやっている西園寺先生、西園寺先生の方で 4時から、
資格説明会がアナウンスありますので、はい、もしよければ参加してみてください。ただ今年のその今年とかその試験概要を説明するかどうか分かりませんけど、今日の一応メインはですね、西園寺先生担当しているあの過去問ナビ、っていうものをどういうものなのかっていうのをね、まあご説明する、まあ、それがちょっとメインかな、となります、はい、ちなみに西園寺先生は2年前のですね、令和2年の試験、まあ、だからまあ実際皆さんが受ける年から考えれば3年前か、3年前の、まあ、ある意味皆さんの先輩です、この合格講座で私の授業を受けて、まあ、1年で一発合格して、で私があの講師としてスカウトしました、はい、ということで、でも徐々に育ってきています、はい、私も非常にあの西園寺先生の心強いなと思いながら、おんぶに抱っこにしてもらっています、という感じなので、はい、徐々に私自身も働き方改革をしながら少しずつ私もペースダウンしていこうかなと、もうそうじゃないとなかなか回りませんので、はい、ということ。ただまあ今この池袋校では合格講座、そして中上級講座で、年明けからスタートする、まあ、スピード講座なんて、まあ、いろんな講座があったりしますけども、まあ、いろんな講座を担当しております、はい、あと試験直前期にはですね、まあ、レックの一つの売りでもありますが、まあ、道場講座というのがあって、まあ、そういったものも担当しております、はい、まあ、私の自己紹介はこれぐらいにします、はい、まあ、1回目の科目1回目の授業なので、ちょっと、ね、テキストを開いていただきたいんですが、私いつも第1回目の授業でお話ししていること、まあ、その授業進度もそうなんですが、まあ、スタートね、こう目次がありますよね。で、目次1枚、2枚、3枚、めくったところ、左側に社労士試験出題一覧表、右側に学び方と書かれているこんなページありますね。私いつも毎科目、ここからスタートして、おります、はい、左側の出題一覧表のところで私が特にお話をしているのが配点です。配点について、はい、まあ、この労働基準法という科目が、実際試験で、何点分どこで出題、どういう感じで出題されるのかという話、はい、これを毎科目しています。まず社労士試験というのは午前の選択式試験と午後の択一式試験に分かれます。まあ、社労士試験がどんな試験なのかっていうのを、まあ、あまりここではちょっと話せはしないんですが、まあ、でもなんとなく皆さん調べていただきましたか、ということ、はい、選択式試験ってどういう試験でしょう、択一式試験ってどういう試験でしょう、はい、当たり前だけどもそれが分からずに皆さん学習を始めるっていうのはナンセンスですよ、ということ。この試験のことが分かってないのに学習を始めてもどのレベルで復習すればいいか分からないと思いませんか、ということ。だから実際この試験がまずどういう試験なのかっていうのをまず調べていただきたい。で、分からなければ資格説明会とかに参加していただきたいということですね、はい。まあ、簡単に言うと午前の選択式試験は空欄穴埋めの試験です、はい、空欄穴埋め、空欄、まあ、一つの文章に空欄が5個開けられていて、でそれを下の20個から選ぶみたいなね、まあ、それが基本的な出題のまあ形式なんですけど、はい、空欄5個あるんですけども、この労働基準法からは空欄3つ分出題されます、はい、じゃあ残る2つはっていう話なんですけども、残る2つは次の科目、労働安全衛生法、安営法と呼ばれますけども、安営法で残る2つの空欄出題されるんですね、ということ。そういうのも絶対やっぱり知っておきたいでしょ、という話です。社労士試験がどういう試験なのか、ね、必ずぜひぜひ調べていただきたいです、はい、毎週のその授業を復習するのと同時並行でこの試験のことを何よりも早く知っていただきたい。まあ、もう今もネット見れば書いてあるじゃないですかっていう話、便利な世の中ですね、一応私試験概要、まあ、ガイダンスっていうのも動画として撮っていますので、まあ、それを見ていただいても構いませんし、ということ、はい、まずはとにかく敵を知ることですよ、ということ。敵を知ること、でそれに向けて自分が合格するために動いていくわけですよね、そうすると自分に足りないものが気づいていく、それが己を知るということ、ね、まず敵を知ること、ね、社労士試験がどういう試験なのか、知りましょう、はい、さあそして午後の択一ですけども、問1から問7と書いてありますが、まあ、本来この午後の択一は10問1セットなんですね、ということ。10問1セットなんですが、労働基準法からは問7までしか出ない、じゃあ問8、9、10は、はい、問8、9、10、はい、についてはやっぱりさっきちょっとちらっと言った安営法ですよ。労働安全衛生法、略して安営法、はい、から後ろ3問で出題されるということ。
はい、という、まあ、こういうその配点というか、もうこれも何十年と変わっていないので、おそらく来年もこうであろうと考えられます。はい、まだね、来年の試験、いつ、どういう試験なのかというのは正式発表はまだされていません。ちなみに発表されるのは結構試験が近づいてきてからなんです。はい、その年の試験概要が発表されるのは毎年、4月の第2金曜日、に発表されることが多いです。はい、まあ、試験って8月ですよね。皆さんそれをご存知ですよね。8月の第4週日曜日に1日で終わる試験、ということ。これも社労士試験とはどういう試験なのかと、まあ、そのあたり皆さん調べていただいているはずですけど、大丈夫ですよね。はい、この試験って1日で終わるんですよ、ということ。1時、2時とか最終とかないんですよ。もうその1日一発で終わる。はい、まあ、一発で終わる、まあ、良さもあれば怖さもありますよね、ということ。その1日に全てを揃えなきゃいけないわけですから、これはこれで怖い試験だなと思いますよ、ということ。まあ、その試験ならではのやっぱりね、特徴というのはあるんです。他の、ね、資格試験を受けられた方もやっぱり試験が違えば当然内容違うんですよね、ということは頭に留めておきましょう。はい、あと皆さん、社労士試験の特徴って何だと思います？私、資格説明会で社労士試験全く知らないっていう方に、必ず、いや、社労士をそもそも目指そうかどうか迷ってるっていう人に必ずする話があるんです。それは何かというと、社労士試験ってものすごくロマンあふれる試験なんですよ、ということだって、すべてマークシート方式ですから、ということ。いわゆる難関国家資格で記述も論述もない試験って珍しいですよ、ということ。そういう意味では、これ誰にもチャンスがありますよっていうことを私は言っています。はい、ただ、まあ、そんなに世の中甘くないですよね、ということ。はい、すべてマークシート方式ならば、少し問題を難しくしませんか、普通に考えれば。そうだから、この試験はなかなかね、そういう意味では厄介なんですよ。多分他の国家資格の試験と比べても、択一問題一試一試の文章量って結構ありますよ。はい、ということ。今年なんかも午後の択一問題はトータル64ページでした。はい、それでも去年よりも3ページ少なかった、ということ。でも、事例形式の問題が多くて、なかなか時間かかって、みんな結構苦戦してました。はい、去年より3ページ少なかったけども、平均点はどうやら去年より下がりそうな感じです。はい、っていうようなね、はい、まあ、そのやっぱり試験の、ね、特徴っていうのはあるものなんですよね。だ、そういうのを過去問を通じて、そして過去の試験の動向、傾向、そういうものを、まあ、当然自分で調べるの難しいでしょう。だから私はこういう話は授業ではしますよ、結構。傾向だとか、そういう話。でも、社労士試験がそもそもどういう試験なのか、どういう形式なのかとかね、そういう変わらない話については、ご自身でお調べいただく。そんな感じでよろしくお願いします。はい、ということです。さあ、徐々に戦える自分を作っていきましょうね、ということです。皆さんは何も知識を得に来てるだけじゃないでしょ、ということ。学ぶために来てるわけじゃないはずです。試験に受かるために来てるんでしょ、ということ。理解するということと得点取るということはまるで違いますので、その点はちょっと頭に留めておいてください。よろしいでしょうか。はい、さあ、いきますよ。はい、ということで、まあ、配点の話、ここまでにいたした、したいと思います。さあ、右か、学び方いきましょう。はい、労働基準法の学び方。さあ、このページで、書かれていることなんですけども、1番、まあ、大体どのテキストも1番、2番、3番、3つあるんですが、1番というのは、まあ、その科目が一体何なのかと、労働基準法ってどんな法律なのかということが書かれております。で、2番はこのテキストの、まあ、章、第1章から、まあ、最終章までどんなことが書かれているのかという、まあ、章の説明ですね。それがここで書かれている。そしてその下の3番、この科目学習上のアドバイスが書かれております。はい、じゃあ1番からいきましょうか。さあ、皆さん、労働基準法って、皆さんのありったけのちょっと知識を教えてください。労働基準法ってどんな、法律ですか？はい、労働基準法、いや、労働に関する基準が書かれているんでしょうと。まあ、そうなんですけども、これただの基準ではなくて最低基準です。はい、2行目末、3行目から4行目、アンダーライン引っ張っておいてください。賃金、労働時間、その他、労働条件について最低の基準を定めていると書かれていますよね。はい、そう、それが労働基準法なんです。はい、労働基準法は労働条件の最低基準が定められているということ。でも、最低このラインは守ってくださいねっていう、それが書かれているということ。だ、最低ラインをよりも労働者にとって有利な部分についてはもう一向に自由ですと、構わないですと。はい、労働者にとってより有利な労働条件を定めるのはウェルカムということ。
だからこうしなきゃいけないというよりも最低このラインは守ってねってことが書かれている法律だということ、はい、それが労働基準法です。さあ今何気なくちょっとアンダーラインを引っ張りました、授業の中でも私はある程度もうこうやってね指示していきます。ここアンダーライン引っ張ってくださいとか、あと特に重要な時には、はい、ここマークしてくださいなんていうのも言います。最低の基準これマークしておきましょうって言ったら、まあ、こんな感じで蛍光ペンでもう引っ張るとかね、はい、で最初のうちにあんまりこう色を使いたくないということは別に使わなくてもいいです。ただその場合にはご自身の中で、じゃあ一番重要なんだなってことで、じゃあ最低の基準ってところはちょっと鉛筆でぐるぐるっとこう丸で囲んでみようとかですね、そんな風な感じでも構いません。ある程度どこが重要なのかそうじゃないのかっていうのを強調しておいていただきたいんです。はい、まあ、これ一つ私の授業の進め方なので慣れていただければと思います。はい、で私がねこうやってね具体的に、こう線を引っ張ったりする理由なんですけれども、皆さんの時間短縮のためなんです。ご自宅で復習するときに私が喋ったところと喋ってないところがもうこれで明らかでしょということ、はい、私喋るところ大体アンダーライン引っ張ったりマークしたりしますから、ということ。ご自宅で復習するときには私が喋ってないところはまず弾いて、喋ったところを中心に復習していただきたいんです。そうじゃないと復習に時間がかかりすぎることになってしまうので、はい、最初の、ね、1科目目ぐらいだったらそれでいけるんですけども、そのうち限界が来ると思います。はい、だから無理のない復習をするという癖もつけていただきたいということです。はい、なるべく早い段階で、学習のリズムを作っていただきたいですね、ということ、はい、まあ遅くとも年内までには確立しましょう、それをね。はい、もう皆さん毎週日曜日にここに来て授業を受けるのに慣れる、もうそれはもう 1,2 週間で慣れていただきたいです本当は。はい、その先、ね、もう少しその復習まで含めた1週間の学習リズム、これをねぜひぜひ年内に作り上げていただきたいというふうに思います。それが早ければ早いほど来年の試験に向けての準備が整いますからねということです。はい、まだまだね他にもこの時期までにこうなっててほしいなというのはあるんですけども、まあ、随時、授業の中でお話ししていこうと思います。はい、さて、ごめんなさい、ちょっとそれてしまって。さあということで学び方のところ、労働基準法というのは、はい、労働条件の最低基準を定めている、そういう法律だということね。はい、少しちょっと肉付けでお話ししますが、ここに3行目で賃金って書いてありますね。言うまでもなく賃金は労働者にとってもう一番と言っていいほど重要な労働条件ですよねということ。はい、でも賃金の最低基準はこの法律には書かれていません。はい、私が言ってること分かります？何を言ってんだと思うかもしれない。労働基準法って労働条件の最低基準書かれてるんじゃないのかと言いたいところなんですけども、この賃金の最低基準はこの法律ではなく最低賃金法という法律が別にあるんです。はい、一応ねこのテキストにもその旨が書かれていて、ちょっと開けていただきたい、はい、67ページから始まる第3章賃金のところの最後84ページですね。今日ひょっとしたら体験講座で受けてられている方、今日の授業分までしかもらってないかもしれませんね。はい、その点をちょっとご容赦ください。はい、これ84ページです。84ページ第28条こう書かれてて、はい、賃金の最低基準に関しては最低賃金法の定めるところによると、最低賃金法を丸で囲んでおきましょう。はい、だから詳しくは賃金の最低基準については最低賃金法という別の法律にあるんだということ。じゃあなんでこれ法律が別立てになっているのか、それは賃金が労働者にとって一番重要な労働条件だからですということ。だから、別の法律を作ってまで、こう基準を設けていると。法律の名前にそれがなっていればより重要な話だってことになるでしょということ。だから法律を別に作って、より労働者を強く守っているんだということ。それには労働基準法に何も書いてないわけじゃない。今のページでご紹介した通り、労働基準法にもちゃんと最低賃金法に詳細は書いてあるよっていう旨が一文あるわけですよということ。はい、より強く労働者を守るためにこういうやり方をしているということになります。ただね、そうなるとこの法律に賃金の最低基準書いてないわけですから、じゃあこのテキストで一番重要なのはどこなのかって話になってきます。それはつまり第3章じゃないってことなんです。はい、賃金と双璧をなすぐらい重要な労働条件って何でしょうね。まあ、賃金は生活の糧ですから一番重要というふうに言いましたが、まあもう最近ですと働き方改革とかもありますので、やっぱりこの辺の話ですよね。労働時間関連、
はい、このテキストで労働時間関連を取り扱っているのが第4章なんです。さあ学び方の2番のところ行きましょう。私いつもこの2番のところを使ってお話ししているのは、このテキストで一番重要なのは第何章なのかということ、はい、今の話から相対的に一番重要なのは第4章ということになります。はい、2段落目、第4章、労働時間、休憩、休日、労働時間関連のところですね。おのずとここが一番重要な章、第4章ということになります。はい、ちょっとその後見ていきましょうか。労働時間、休憩、休日、第4章では変形労働時間制、案内しましょうか。変形労働時間制とか裁量労働制とか時間外労働の割増賃金とか、本試験における出題可能性が高い箇所であり詳細な理解が必要とされると書いてある。はい、第4章はこういった、ね、各種労働時間関連の制度だったり割増賃金の規定だったり、そのベースとなる時間外労働とは何ぞやっていう話だったり、そういったものが出てくるんだということ。はい、この第4章は結構ページ数も割いていますし、試験での出題頻度も高い、そういう箇所なんだということを頭に留めておきましょう。はい、よろしいでしょうか。あ、ちなみにごめんなさい、私も今無意識に赤いペンを使ってしまったんですけども、さっき青いペン使ってたじゃないかと、ちょっと突っ込まれそうですけども、気にしないでください。はい、私にとってね、青も赤もそんなに違いはありませんので、途中で気分が変わったら色変えるぐらいの感覚なので、はい、なので青と赤に差はないっていうことだけ、頭に留めておいてください。なんか赤が重要そうな感じしますけどね。はい、だけどそんなに青と赤に違いはないので、違いがあるとするとこの、マークしてくださいって時に使う蛍光ペンですね、それはより重要度が高いところには、蛍光ペンマークをしていきます。まあ、一応そのぐらいの違いをイメージしておいていただければと思いますね。はい、さあそんな感じです。このテキストで一番重要なのは第4章ということになります。まあ、ちなみに4章以外だと、第2グループ、第2グループはですね、第2章、第3章、第5章あたりかな、そのあたり4章の脇を固める位置づけですけど、2,3,5 も結構試験の出題頻度は高いかな、ということ。でもやっぱりそれでも第4章には、ボリューム含めてかなわないかなと思います。はい、ということ。あとここに登場している第4章でとは、この変形労働時間制とか裁量労働制とかっていうのは結構制度的には複雑です。はい、でも最終的にはこの複雑なところまで含めて詳細な理解が必要って書いてあるということ。だからまあちょっと難しいレベルもクリアしなきゃいけないと考えると、やっぱり第4章の重要度が一番高いのかな、というふうに思います。はい、そんな感じです。さあこの、ね、第5章、年次有給休暇って知ってますか。年次有給休暇って入社して半年経ったら10日間もらえるお休みありますよね。あれのことですよ。はい、年次有給休暇は労働基準法で守られている労働者の権利なんですということ。はい、っていうこの第5章の年次有給休暇まで終わると、これ一通り労働条件の話は終了します。はい、そこからは応用、第6章の年少者、いわゆる若年の労働者の話、そして第7章は妊婦さんとか産婦さんとか女性の保護規定が続いていく、第5章までで一段落して、で6章7章でその応用に入っていく、そんな感じですかね。はい、それが労働基準法だということ。はい、ただね、労働基準法はおそらく社労士試験のこの全科目の中でももうすでに今知ってる話っていうのが多いんじゃないでしょうか。ね、だって皆さん1日の労働時間って8時間を超えちゃダメっていうの知ってるでしょ。ということ。あれ労働基準法32条法律の条文の話なんです。はい、今の入社して半年経ったら10日間もらえるっていう年次有給休暇の話、あれも労働基準法39条第1項の規定なんですということ。もうすでに何気なく知ってる話って多いんじゃないかと思います。でも何気なく知ってるって思ってるからこそ、意外とあ、ちょっと自分が思ってるのと違うみたいな話も出てくると思います。はい、だからまあ当然資格試験のための勉強をね、もちろんしてはいますが、まあこう何でしょう、知らなかったことを知る楽しみというか、まあ、そういうのもぜひ味わっていただきたいなと思います。はい、最終的なその目的は試験の合格にあるでしょうけれども、やっぱりこう毎日毎日が楽しくないとやっていけないよね、ということなので、まあ、その知れる喜びというか、まあ、それでもぜひぜひ、お互い一緒にこう享受していきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、さあそれではその下の3番見ていきましょう。はい、労働基準法の、まあ、学習上のアドバイス
が書かれているんですけれども、はい、スタートのところですね、近年では判例通達等の出題が多いと書かれていますよね。判例通達、これマークしておきましょう。まあ、このテキスト、労働基準法というテキストなんですが、まあ、この労働基準法をという法律の条文だけ学習するわけではないんですね、ということ、はい、それだけだったらもっと多分テキストは薄いと思います。はい、これだけ厚いのはなぜなのかという話、法律の条文だけじゃないからです。はい、あの労働基準法施行規則の条文なんかも載ってるし、そしてここ判例、判例というのはあの裁判例のことなんですが、まあ、といってもほら裁判所って皆さんいっぱいあるでしょう。地方、ね、家庭裁判所もそう、簡易裁判所もそう、地方裁判所、高等裁判所。さあ裁判所で一番トップは何、一番上最高裁ですよね。最高裁判所の下したあのいわゆる判決というのは、まあ、基本的に覆ることはないですよね。つまり最高裁が下した判決っていうのはほぼほぼ法律と同じ扱いなんです。はい、ってことはそれ実務でも重要なんですよ、ということ、はい、実務担当者であれば重要な判例って知ってるでしょ、ということ、それと同じ、つまり社労士試験でも問われるってこと、はい、だからそういう判例なんかもこのテキストに載せております。はい、実際の出題も多いのでね。はい、そしてその後通達と書かれていますが、まあ、なんか実際法律の条文見ていくと分かるんですけども、法律の条文ってね結構抽象的なんですよ、ということ。なんでかっていうと、そういう抽象的な表現にしないと上げ足取られる可能性が高いからです、ということ。あまり細かい話なんかできないんですよね。そうすると抽象的な表現に なるから、なんでしょう、読み手の解釈によって変わってきちゃうんですよ、ということ。だ法律の条文は抽象的なんだけども、この表現ってこういう意味があるんだよっていうのを行政側が解釈で示す必要性がある。それを通達と言います。通達って要は行政解釈なんです。はい、行政解釈とか解釈例記なんて言い方したりしますが、それを俗に通達と呼んでおります。多分あの人事の実務をやられる方、その行政から出る通達っていうのを知ってるんじゃないでしょうか。ね、あ、それでね、通達とかあのガイドラインが出てるからみたいなね、結構仕事をしててもそういう声って聞かれますよね、っていう話です。はい、だから当然人事実務の担当者が知らなきゃいけない話は当然社労士試験でも問われるということ。はい、まあ、それが労働基準法の一つ特徴でしょうかね。はい、法令だけでなくそれ以外の、ね、要素、通達とか判例からの出題も多いんだということ。はい、労働基準法の一つの特徴ではないでしょうか。はい、まあ、ちなみにあの左側出題一覧表、午前の選択式って空欄3つ分しか労働基準法では出ないんですよね。でもこの、ね、空欄3つのうち大体、ね、最近1つか2つぐらいは判例から出題されています。はい、ということだから、この判例が持つ意味というのも結構大きいんですよね、ということです。ただとはいってもね、労働基準法が関連する部分で最高裁判例ってやっぱり、ね、数は知れてるんですよ。はい、だからね、しらみつぶしに全部抑えられなくもない、まあ、量ではあるんです。ただそれをいきなり小学者でやってしまうときついと思いますので、まずテキストに載ってるところぐらいだけでいいんじゃないかなとは思います。はい、もうね、若干ちょっと出題もなんかネタ切れになってきたのか、今年出題された話はそれ労働基準法で出さなくてもいいんじゃない、その判例って、思うような、それ範囲としては労働の一般常識の話だよねみたいな、もう誰しもみんなが突っ込むようなね、ちょっと今年出題でしたけど、それ労基法で出すかと、っていう感じでしたけど、まあ、まあそんな難しい問題じゃなかったんで別にね、ウェルカムなんだけど、はい、そんな感じでした。若干ちょっとね、出題にもネタ切れ感があるかなっていう気はします。さあ、ということで、ちょっと余計な話しましたけど、この学び方、いつも大体この学び方を使って、授業入っていきます。はい、まあ、今日はのスタートの1ページから始まって、今日第1回目は29ページ、まあ、一番最初ですからちょっとゆっくりと授業を進めましょうと、まあ、それにあのテキストの説明もしなきゃいけないしとかね、最初だからこそしなきゃいけない話もありますから、ちょっとゆっくり、この学び方のページ時間を過ごしてみました。はい、普通はこんなに長い時間かけないので、はい、ではめくってください。
はい、次めくるとですね、条論というところで、はい、労働法の中で労働基準法どんな位置をし、あの位置づけになっているのかみたいなね、まあ、ちょっとあの、労働基準法発足のその背景だとか、その後の制度転換とかね、そのような話がここに書かれてはいますが、まあ、これは皆さんご自宅で読み物みたいな感じで読んでいただければ良いかなと思います。はい、あ、でも一応この2行目だけ、あ、でもこの話だったらさっき一つ前のページにも書いてあったかな、まあ、どっちでもいいんだけど、はい、この労働基準法がいつ誕生したのか、はい、これね、昭和22年なんです。戦後2年で誕生した、それが労働基準法です。はい、まあ、の終戦の年、昭和20年ですね。昭和20年に日本国憲法を制定されたりとか、あと労働関係の法律ですと労働組合法なんかも昭和20年にできたんですね。まずはその使用者との対立関係として労働者 その集まり、労働者団体、まあ、要は労働組合ですね、はい、労働組合法というのを先に作って、でその後個別的労働関係法の代表的なものとして労働基準法ができたっていう、まあ、そういうちょっと背景があります。はい、